国政政党の会ではなく政治団体の NHK 党ということでの記者会見と、まあ、これ緊急です、もう予定はしてなかったんですが、国政政党政治家女子法廷党の大津彩香党首が今日の会見中止という指示が出たというように聞いております。であれば NHK 党の緊急の記者会見をする方がいいだろうという判断のもとに行っております。で、まあ、冒頭ですね、まあ、前代表としてですね、国政政党の政治家女子法廷党と旧 NHK 党の前代表としてですね、取り付け騒ぎというものをですね起こしてしまっていることについては謝罪をさせていただきます。ご迷惑をおかけしてすみません。で、ただですね、まあ、一昨日の私の一方的というか説明のところでも資料もお渡ししている通りですね、今ですね、このまま国政政党の方がですね何も運動活動しなければ元本は保証できるというだけの財産自体は財産というか債権がありますので、そこまで心配していただくこともないかなと思っております。大津党首の動きとしては、私とはもう連絡しないという LINE を機能をいただいておりますが、それはまあもう私自身はもうすでに国政政党の方の役職は退いておりますので、ある意味当然だと思いますが、その国政政党の事務スタッフの方には今日会見を開かないとか役員を解雇しないというような連絡が来ているということで、通常の指示が出ているやに理解をしております。で、これはもう私の権限でですねやらせていただいているのは、まあ、月末の給料の支払いとか業者さんへの支払いについては、まあ、大津さんとかで怒られたら仕方ないですけど、まあ、業者さんとかにですね、あと職員さんにご迷惑をおかけすることはおかしいだろうということで、これの支払いも滞りなくやっておりますので、まあ、この件で何か直ちに今被害を受けているっていうのは、党にお金を貸し付けていただいている333名の債権10億トンで4000万円ほどの方が若干不安になっていらっしゃるということだと認識しています。で、なぜですね、まあ、大津党首に辞任を迫っているのかということについては、やっぱり代表者がですね立花ではないと、代表権を持っている者が立花ではないとなるとですね不安を抱えているという方が大勢いらっしゃって、まあ、これはある意味当然だと思います。立花という人間を信じて貸してくれているわけですから、まあ、もちろん国政政党ですから政党助成金っていうのがある意味担保になってます。別に借金の担保ってわけじゃないですけど、まあ、そういう状態なので立花がいなくなると不安を抱えるっていうところで、まあ、それは原因が立花が有罪判決確定したからだとかガーシーの件だとかいう方も、まあ、言うてらっしゃいますけども、あくまでも代表権を持っている大津さんに対する不安があって、このように対応もしなきゃいけないわけですよね。本来は大津さんが不安を抱えている人はたくさんいるわけですから。しかし、まあ、役員会にも記者会見にも出てこられないとか開催をしないようにというレベルなの、まあ、レベルといったらこれ失礼なんですけど、なので、それで取り付け騒ぎが起こっているんじゃないかと思います。この件に関して僕は本当に大津彩香さんに対してはもう本当にごめんなさいとしか思ってないです。彼女の一生懸命女の子たちのことを党のことを考えてやってくれてる姿勢は何ら疑うことはありません。ただ30歳というね、まあ、経験不足のことを経営者としての仕事をされたことがないというところで過剰な負担をかけてしまったことについて、本当にそれは申し訳ないと思っています。で、できれば大津さんは僕のことを今信用されていらっしゃらないようですけども、まあ、代表権をですね私ないし斉藤参議院議員もちろん浜田君でもいいんですけど適切な人物に戻していただければ、まあ、大津さんの今の状況であれば党の党首としてですね代表権だけ戻してもらえれば党首として、活動される、もしくは党首じゃなくても、ね、政治家女子48党の一人としてね活動されることが僕は大津さんにとっては非常にプラスになると考えていますので、大津さんが今僕のことを信用できてないのは分かるんですが、僕の方はぜひとも大津さんに代表権だけ誰かに渡していただければ、これから一昨日のヒロインとしての涙がですねプラスになると僕は確信しているので、ぜひ他の政治家女子法廷等の立候補予定の女の子たちが追い風になるようにね、大津さんにとってプラスしかないと思いますよ。ここ和解するのがね、和解っていうか、まあ、大津さん自身が代表権さえ出してもらえれば取り付け騒ぎも収まると思っています。で、まあ、取り付け騒ぎについては、まあ、今ですね、私の方で
金を貸してくれてる方当たってます。まあ、昨日の YouTube でも申し上げた通り6000万円ぐらい返してくださいという話で、逆にもうこういう状態でも10億4000万から6000万ぐらいということで心配の方からも電話いただいておりますが、もちろん立花さんを信じて貸しているので、問題ないですよという方が圧倒的に多くてですね、で僕もその方にもしね、塔が潰れるとかそういうことがあったとしても確実に僕個人が補填しますと、まあ、僕はそういう人間なんですよ。そもそもが今回のガシルの件だってそうですよ。ガシルの返金は全然塔に関係ないとこう言われるんだけど、まあ、それはそれとして、ね、ガーシーがうちの塔に所属してたわけだし、今も僕はガーシーとも友達だし、ガーシーによって被害を受けたって人がいるんだったらそれはお金で解決することだったらお金で解決しましょう。生活保護の人でもそうですよ。本来生活保護受給者にお金を渡したら生活保護費削られるんですよ。でも、まあ、それはそれとして冷蔵庫や電気製品送ってきてくれるんですよ。中古品っていうか使ってください。多くの人が洗濯機や冷蔵庫送ってきてくれて、それを生活保護受給者に回したり、今電気ガス水道こういったものも何ら支払う義務がないけども党としてこれまでお金払ってきてます。何よりも NHK の、まあ、NHK から裁判された方にね、 NHK に支払うべきお金払ってきてます。これは党や政治団体ができる前から立花孝志個人として払ってます。2006年12月から始まった NHK の裁判、私は元 NHK 職員として NHK から1億円ちょっとのお給料もらってましたよ。1億5000万円もらいましたから、元 NHK の職員として NHK の被害者を守るために私的財産を削ってずっとやってます。だからそういう人間なんです僕は。だから今回ももし、国政政党の方で損が出てしまった、お金を借りた人を返してもらえないということになれば、これは個人立花孝志として、これからの、人生をかけて弁済をしようと思っています。ただもう僕がお金貸してって言ったら貸してくれる人山ほどいます。ありがたいことに、これは本当にありがたいことに、レベルが違います。そもそもこの11億円の借り入れも1億貸してって言ったら8億集まったんですよ。1年半前にね、1億でいいって言ってもみんな貸してあげる貸してあげるって状態なんですよ。だから全然僕が代表してる、あるいは僕が信頼できる人が代表してる人がやっていれば、こんな取り付け騒ぎは一気に静まります。はい、それだけの自信があります。はい、それはそういうことです。で、まあ、なぜそこまで自信があるかというとシンプルに嘘ついてないからです。嘘もついてないし、お金に対して汚いこと一切してません。どうぞ何でも言ってきてくださいっていう感じなんですよ。今回の件はね、丸山投手にも立花さんお人よしすぎますよね。相変わらずははみたいな感じで来きまして、ただみんな信じないとやっていけないじゃないですか。僕は大津さんも今も信じてるし、別に黒川君を信じないわけじゃないです。黒川君は黒川君の政治信条があるからそれはそれでいいじゃん。何も黒川君のこと嫌いでも何でもないですよ。彼の信念を貫いてくれればいい。ただ彼と僕の中でのとか、まあ、なんだろうな、僕についてきてくれてる中での政治信条がちょっと違うだけなんですよ。我々はお金をもらわない、借りたものを利息つけて返すっていう考えだし、 NHK の被害者を守るっていう考えですよね。で、五郎川君はそういう気持ちはもう NHK の被害者を守る気がないし、それは自分の道を選べばいい、だったらもうそれぞれ別にしたらいいんじゃないのっていうレベルの話で、別に黒川君に対して腹が立つとかそんなはないです。ただ財政状況がそんなにね、まあ、財政状況っていうか、僕はやっぱり今多分マチンとかも毎日すごい電話をね、マチンだけじゃなくて、これもうボランティアの人が1日1000件2000件の NHK の被害者の電話を受けてくれてるんですよ、無給でね。でそういう人たち無給でやってもらうっていうことを考えた時に、やっぱり黒川君に月130万円も払うっていうのは、それはもうさすがにこれは許されるものじゃないだろうということでね、まあ、彼には20万円でどうっていう話もしましたけどね、党の役員として残るんであればっていう話もしたんですが、もうそれよりもお金だということで、じゃあ役員報酬で払うよとそれも嫌だということを言うんで、ちょっと意味がわからないと。まあまあそういうことでね、翼の党に130万円渡すってなれば、もうその翼の党独自でやってくださいねっていうところで、まあ月曜日の夜の話はそんな感じでしたけども、まあ、僕はだからその130万円はやはり密室で決めるものじゃなくて、国民の皆さんにちゃんと理解してもらって、もういつもの通りですよ、オープンに。ただなぜあの時オープンにしなかったのかっていうのは、大津さんと黒川君の本音を聞きたかった部分がありました。オープンにすると本音言わないんでね、だからちょっと本音を聞きたいので9時間もちょっと使ってやりましたけど、
録音も録画も撮ってないから、ここで黒川君の言っていることが本当なのか、僕が言っていることが本当と思うのか、もう皆さんの判断にお任せするしかありませんが、130万円を翼の党に、毎月寄付をする、5年間寄付をする、大体7000万ぐらいになるのかな、それは口約束としてしています。それは否定しません。その通りです。ただ、その後の黒川君の言動を見て払いたくないなと思っただけです。はい、だからそれどうしても払ってほしいというんだったら、どうぞ事実は否定しませんから黒川君の方から裁判をしてくださいということでね。ただ裁判する相手は今のところ大津山さんになっちゃいます。